ーションですよ。この真っ赤なランサーがよく似合うでしょ。はい、ウィンマンズの声です。ウィンマンズチャンネルではガレージあるキングバイヤーで販売中の中古車車両をですね、随時アップしております。中古車のスポーツカーが気になる方はチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。はい、今日はですね、埼玉県三郷にありますガレージある三郷店に来ております。今回もですね、中古車車両をですね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけど、インプレッサとかですね、シビックとか、いろいろやってきたんですけど、今回はこちらです。ランサー、これはランサーのエボ8でございますね。エボ8エボリューション8、 GSR エボリューション8になります。三菱の車、真っ赤ですねこれね、修復なしの車です。ぜひこれをちょっとですね、紹介していきたいと思います。ちょっとの時間よろしくお願いします。はい、ねこれね、赤、純正赤で、これ色塗り替えしてないんじゃないかな、すごい綺麗ですよね。純正赤で綺麗ですね。で、これ修復ないんですよね。修復なしの84,000km、平成15年式です。15年式で、これエアノはサイドステップ入ってるよね。ボンネットもエアノボンネット、これカナード入って、カナードが入ってます。でフロントも違うバンパーが入ってるんだな。これエアー吸ってますね、こっからね。これがホイールです。これはグラムライツかな。タイヤが横浜ネオバの AD08 ってやつですかね。はい、でサイズがですね、245/40R18 18インチ入ってます。これブレンボブレーキは純正ですよね、でこれもやっぱり車外が入ってるのかな。ミラーもね、これガナドール系のミラーですね。これガナドールかな、一応カーボン柄になってるんですけど、ちょっとこれクリアハゲしてますね、フロント飛び石なし。はい、でここはね、シールが貼ってあるんだけど、カーボンシールみたいなのが貼ってあります。はい、でリアが、このリアのホイール、これがサイズが245/40R18、これも後ろもブレンボですよね、かなりね、まあ、ランサー乗りだったらぜひ入れたいなっていうようなパーツがちょいちょい全部入ってます。ここら辺はね、これシールなんですよ。この取っ手ノブちょっとね、色あせがしてますよね。ノブだけこの色あせがしてます。ボディ色は大丈夫なのに、これはこれね、カーボンのギアトランクですよね。で GT ウィング MR、 これ実際 MR じゃないんですけどね。でこのマフラーが、これも車外ですよね。マフラーもチタンのやつが入ってるのかな。GT ウィングが入ってます。でこちらがドア、ドアはね、ここら辺も一応、これもちょっとシールテープ貼ってるけど、すごいおしゃれですよね。これもそうですね、シートはレカロ、
これ純正でしょうか。もう紺とグレーのツートンでコラボレーションで、これ4点シートベルトが入ってますね。でこの車外デフィの3連かな。ああいいですね。4連でした。ブースト系でしょ。水ブースト系にウォーターテンプ、オイルテンプに油圧と、水温油温油圧と。でこれ EVC ですね。ナビゲーションが入ってますね。でこれはターボタイマーね。ランサーエボリューション MR っていうエンブレム入ってますけど、これ MR っていうね。 H パターンの6速になります。これコンソールがあって、はい、でこれがねトランクルームですね。トランクルームはすごい、ちょっとバーが入ってるね。このタワーバーに対して、これも車高調ですね。テインかなんかの車高調が入ってるんですね。ここにもアームが入ってるかな。でこれはテンパーが入ってます。事故なしなんで歪みとかそういう歪みは一切ないですね。雨漏れもないですね。でね、あ、こうバリスさんのカーボン軽いです。めっちゃ軽い。これだけですごい重量軽量してますよね。これが後ろの席ですね。だいたいあのブルーと黒のツートンなんで、でフロアマットはね赤チェッカーみたいなのが入ってるんで、これおしゃれですよね。ルームライトね LED 使ってるから非常に明るいですね。もうランサーは広い。もうやっぱりセダンなんで広いです。もう十分です。これ十分ですよね。でここは肘掛けがあって、ドリンクフォルダー何気にこれやっぱり5人乗りなんで、5人もちゃんと乗れますよっていう設計ですから、やっぱ狭さはないよね。5人乗るとちょっとキュッてなるけど、いいんじゃないですか。はい、ボンネットも本当に、これは FRP かな。これもカーボンですね。カーボンのめっちゃ軽いんですよ。カーボンのボンネットが入ってます。クスコさんのそのタワーバーと。おー、これが、お、透明パワード。これなんかエキゾース、エキマニが入ってますね。ラジエーター、ブリッツ、ラジエーターのブリッツさんですね。いや一応このクリーナーと、いろいろやってますね。一応手がいろいろ入ってます。これでパワーどれぐらい出てんのかな。あ、これも4駆だから、これインタークーラー、これインタークーラーですね。こっから吸ってこう切って冷やして入れると、すごい構造ですよね。でこれも4駆だからフロントも駆動するっていうと、ここら辺にもうテクノロジーが詰まってますね。でこれエボ8でしょ、9、10、エボ10でオートマとかになっちゃうんですもんね。8ぐらいの MR っていうのが一番いいんでしょうかね。あとちょっと乗ってみたいと思います。Thank you.
たいと思います。調整が可能ですね。あ、結構これパワーバンド上だね。生産されてない車っていうのはやっぱり貴重ですよね。かなりいい状態にはあるとは思うんで、めちゃめちゃ綺麗ですよね。なので気になった方はぜひガレージある三郷店までご連絡ください。それではよろしくお願いします。